このバンドは本拠地が都内なんだけど、ここにもよく来てる。ベースがこっちのバンドと掛け持ちしてるからね。あのボーカルの女はやたらと男癖が悪くてね、しょっちゅうあちこちの男と寝てはトラブルになってる。今のバンドもベースとドラム両方と寝てごちゃごちゃなんだぜ。ほら、音もひどいだろう。もうすぐ解散するだろうな。アジア帝国はルックスがむさ苦しいデブばっかりだけど、やっぱりこの辺りじゃ今一番のバンドだな。見ろよ、客がたくさん集まってるけど、今までと感じが違うと思わないか。ゲテモノ食べたりする面白動画が当たったおかげで、普段こんなところに来ない動画のファンをうまく呼び込んでるんだ。もともと演奏にも MC にも定評があって、ライブが面白い実力派だったから、来た客がリピーターになったりもする。実力と宣伝力、やっぱりバンドに必要なのはこれだよ。わあ、すごい音でしたね。なんだかまだ耳鳴りがします。でも楽しかったです。じゃあな、よかったらまたライブ見に来いよ。ありがとうございます。本当に今日は楽しかったです。よせよ、楽しかったのは俺の力じゃない、ロックの力なんだぜ。俺は今はフリーなんだ。私も聞いてみたいです、金田さんの演奏。今度学校に持ってきてくれませんか。そら、寿司幕。ああ、そうか。君にはすまないことをしたな。せっかく取材してくれたのに。え？この人、花井って。津島、お前。あの時は俺もこうなると思ってなかったからね。お前さ、分かった。ちょっと時間があるかい。じゃあちょっと飲み物を買わせてくれ。喉が渇いたんだ。すみません。ありがとうございます。
きっかけはね、鳥居が抜けたいって言い出したことなんだ。あいつはバンドの活動だけじゃなくて、時々アイドルだとかのツアーについて行って、後ろでギターを演奏していてね、そっちの方の仕事が忙しくなってきたから優先したいって言うんだよ。引き止めはしなかったよ。このままバンドにいたってこの先どうなるか分かりやしないわけだからね。え、解散したの？解散すると言ったら鳥居もそう言ったよ。俺がリーダーというのは名ばかりで、バンドの面倒なことは全部あいつがやってたからね。特に事務所を辞めてマネージャーがいなくなってからは何もかもあいつ頼みだった。あいつがいなければそこまでなんだよ。前から考えていたんだよ。いつか鳥居が抜けると言い出すのは分かってたし、そうなったら俺も辞めようってね。花鳥風月はあいつと作ったバンドだから。いや、もう辞めるよ。ステージに上がって演奏したり歌ったりするのはもういいよ。もともと俺は音楽は好きだったけれど、人前に出るのは嫌いだったから、これでいいんだ。じゃあこんなもんかな。わかった。花鳥風月の花井コレキオじゃねえか。どうしてお前が知り合いなんだよ。もしかして仕事で同行した人っていうのが今の？どういうことなんだよ。今日もここに来たんですね。先輩がロックなんて意外だから不思議に思ってたんです。だからどういうことなんだって。そうだよ、花井コレキオは天才だよ。だけどそいつがどうしてお前と。そうですか。でも私なんだか怖かったです。
あの人。そういうんじゃなくて、だからどういうことなんだってばさ。俺を無視しないでくれよ。俺は大人には見えない妖精さんじゃないんだぞ。先輩もあの人に対する態度が他の人に対するのとちょっと違ったし、なんだかうまく言えないんですけど。先輩がそこまで言うなら、きっとものすごく素敵な人なんでしょうね。だって課外授業がないみたいだから、ちょっとカラオケ行こうと思うんだけど。珍しくリュウちゃんも来るって。対馬も来なよ。なんで？ヤコも来るよ。するよ。でも用事って何？何？今の答えるまでの間はデート？ヤコが泣いちゃうよ。泣きませんってば。
いや。なんか、カラオケとかどうとか言っていたけれど、お前行かないのか？そうか。なんか、いつもお前、話しかけにくいんだよ。仲間たちに囲まれてるからさ。そういうわけにはいかねえよ。なあ、結局、花鳥風月は解散しちゃったけれど、お前は何か知ってるが、花井さんの友達なんだろ？そうか、がっかりだな。これから夏が始まって、あちこちでいろんなフェスがやるのに、この地元の誇りである花鳥風月が出られないなんて悲しいよ。結成は北海道かもしれねえが、この街のライブハウスで活動し始めてからビッグになったんだ。だからもう名誉市民と言っても過言じゃない。でも、なんで辞めちまったんだ。それはメンバーが抜けたり、いろいろ理由があるのかもしれないけど、辞めることはないじゃねえか。花鳥風月の看板はまだ通用するんだぜ。もったいねえよ。え？それはちょっと。それは、俺はこっちに用があるんだった。またな、花井さんにはよく聞いといてくれよ。後で聞くからな。
手が払ってないんだ。鍵は開いてるから入って。奥においで。今いいところなんだ。